気ままな実況部屋へようこそ。どうも、大長でございます。もっとやっていきましょう。ということで、本日はですね、7月8日のモンドリー1日目の朝でございます。はい。現在時刻だいたい8時10分ぐらいに今撮ってるんですけれども、まあ、若干なので、寝起きなんですが、ご了承ください。はい。で、本日はこちら、デイリー積み立てガチャが来ておりますので、引いていきたいと思います。はい。いやー、6月17からスタートして、だいたい1ヶ月、1ヶ月はまだか。ギリギリ経ってないけど、ギリギリでもねえな。だいたい2週間、3週間とかかな。で、やっとコツコツ毎日貯めて50連貯まったかっていう気持ちもありつつ、もうそんなに時間経っちゃったのか早えなっていう、なんかちょっと虚しさ悲しさもありつつなんですが、引いていきたいと思います。とりあえず30連以降は、限定キャラも出るということで、何が欲しいかなーって、特に何も考えてなかったんだけど、俺何が欲しいんだろうあ。とりあえずルナメモリーは欲しいな。ルナメモリー欲しくて、ホームズも欲しいな。ルナメモリー、ホームズ、と、光は現状欲しい。今絶対必須ってキャラはいない。ヤクの3体目もちょっと惜しいぐらいかな。キーはで、水もじゃない水も現状、まあわかんない。これ朝に撮ってるからさ、もしかしたらこの天草とかさ、結構古い獣神化のキャラだから、いくつだっけ、ナンバー3000、めっちゃ前じゃん。だから、重心化会が発表されてる可能性もあるから、まだ分からないんだけど、現状で考えると、正直、そんな、そこら辺は。ヒモなぁ、ファウストアルツラーンがかろうじて欲しいぐらいか。そうだね。まあ、だから、ファウストアルツラーン、ヤクモ、で、ホームズルナメモリー。ここら辺かな。ホームズとかもね、刺さっときぶっ刺さるからな。めちゃくちゃ、そんななんか幅広くいけるわけじゃないけど、刺さるときにめちゃくちゃ奥までぶっ刺さるキャラだから、ホームズって。普通に欲しいんだよね。とりあえずここら辺狙いでいきたいと思います。はい。まあ、限定キャラが対象に追加ってだけで必ず出るわけじゃないから。まあちょっとそこら辺は、あれなんだけど。行くぞ。取れてるね。OK。参ります。ほい。さあ、10連目。こんな色だったっけ？気持ち悪い。びっくりした。いつものガチャリードラと色が違うからびっくりした。10連目ぽい。なんか慣れねえな。10連目、止まった。あー、大凶消去。ちょうどこの間重心が回したばっかり。いいね。テセウス2体目びっくりなんだけど。ニャルラトホテップ。ニャルラトもなー、全敵特メテオで前は使えてた場面ちょこちょこあったんだけど、最近全然使ってない。で、テセウスよ。この間、ちょうど1ヶ月ぐらい前じゃない。そうだよね。ジューンブライトガチャの時だから。時に。テセウスやばい、なんかすっごいやばい引きで引いちゃったんですよって話したばっかなんだけど、2体目もう来ちゃった。びっくりなんだけど。20連目に参りましょう。ここら辺はね、気楽にいきましょう。ほい。さっきは止まってくれたし、なんかちょっと盛り上がりあったけど、ヘンゼルグレーテル、うん、まあ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 、こっからよ、こっからだから。さっきのが異常、なんか良くも悪くも、盛り上がり方がちょっとあったから、ちょっと、落ち着いた感じ出ちゃったけど、こっからよ、問題は。こっから限定キャラが排出対象になるので、こっからが本番です。参ります。は。覇気の名、はぁだったな、今。行くぞ。引っ張るとまず。あ、知らない。行くぞ。引っ張って。
放す。ないね。さっきみたいに止まってくれたらな、面白みあるんだけど。あ、やばい、爆死やめろ、爆死やめろ、爆死。おいマジかよ。こっから3あと20連爆、両方爆死の可能性もあんのか。やだな。だったら50連全部爆死の方が面白いかな。なんだかなって感じよね。参ります。待って、放す。さすがにないね。限定キャラ1キャラぐらい出てきてくれてもいいんだけど、リリーだけ、モンストローズだけでした。重心抱えしたけど使ってねえな。これでラストかな。いきます。え、これ確定演出え、空っぽですけど。リドラさん、あなた脳みそすっからかんですけど、どういうこと。え、これど演出で合ってる。いくよ。ほい、お前その中から何を出すねんお前その中から何を出すねんえ、そんな演出増えたの、それとも、え、こんな演出今まであった。あれ、あ、積み立てた卵の分があのガチャリドラの中に入ってるっていう演出。あ、あー、あー、みんな戻り楽しもうね。